今回のかまたまはホームページリニューアル記念、かまたまあれさぬき蔵出し映像集その2をお送りします。食べるとテンション上がります。森川優希のスポンサーグルメ店舗リポート。これをねやって。え、それむちゃいい。ほら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 、いいっすね。え、一人はちょっと心細いんで。あ、じゃあもう連れて行きます。はい。あ、こっちから払うって。グルメ、あ、じゃあ行こう。いいじゃん。で、これやってくれますか。いや、いいっすね。やる。一人はいいですよ。だから連れて行く。二人でちゃんとあれだよ、あの気の利いたコメントが言えないと。おいしい、おいしいとかだけじゃなくて、ゴールキーパーセカンドユニフォーム着用の。あ、めちゃめちゃいい。これはこれはほんまに嬉しい。それではここでやばいやばいやばい、やばいぞ。これはもう最高です。ちなみに森川君と荒森先生もまあもう出てくれるって。いらんいらんいらんやん。なんよ、なんか荒堀まだいいけど、森川記者なんか俺のセカチュウのなんか世界観崩れるかもしれない。じゃん、浅田翔吾VS長澤拓也 J リーグ頂上オセロ対決。おー、いいかもしれない。いいですね。え、オセロ好きなの。オセロ好き。株式会社丸山様。長澤うん、なんか強いって自分で言ってた。背中の部分には地域に粒々の円滑な資金供給とお客様のニーズの最適な金融サービスの提供を通じて地域経済の活性化に積極的に取り組んでおられます株式会社拓純資金工様です。こうやってこうやるから大丈夫大丈夫。ベンチ乗っとるけど行け行け。あー、市村アスチとめぐるデパ地下北海道物産展。どういうことですか。北海道出身。はい、そうです。北海道、私すっごい大好きなんですよ。あ、僕も好きですよ、負けないですよ。この北海道物産展に一緒に行きたい。香川である物産展ですか。そう、香川である物産展。三越である。行ったことあります。いや、三越である物産展、嫁と毎回行ってます。やっぱり、はい、そう、それにちょっと混ぜてもらって。うちの家族と一緒にってことですか。おかしいです。え、ちなみになんかおすすめのなんか物産品ってあるんですか。レアなやつ、なんかさ、こう有名どころじゃないやつ。いや、言ったらあれなんですけど、僕北海道出身なんですけど海鮮食べれないですよ。え、ちょっとこれ言ったらもう終わりに近づいちゃうんですけど、はい、お寿司食べれないですよ。はい、刺身全部クリア。そうなんです。マジで全然ダメよ。これ有名な話なんで。あ、はい、え、じゃあ何食べてた。あ、ジンギスカン。ジンギスカンと白い恋人です。長田選手にはこれ普通が一番。長田亮太の平凡な日常密着取材。またこれをね、お願いしたいんです。またってやったことないじゃん。あ、そうか。そうそう、これ。あ、そうか。これはもう断らせないです。いいよ。一日密着。本当に。あが今いいって言ったよ。あが、あが、絶対あが。いけるじゃん。朝から、まあ寝るまでを高根温泉行って。そうそう、出た、出た。絶対思うんだ、思うんだ。クソほど思うんだよね。いいじゃん、さっきコーヒー買ったじゃん。かかられたからな。安いな、俺の一日。今年はこのコーナーをお願いしたい。高木和正が教える香川ディープスポット紹介。神社。おい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 。神社。どこでもいいよ。ディープスポットだから高松。ディープスポット本田さんと巡る。そう。え、シドでもいいですか。あ、いいいい、シド大好き。え、なんでまたシド。地元なんだ。しかもやっぱりなかなかみんな高松のこと言うからないじゃないですか。うん、うどん行きましょう。あ、いいじゃんいいじゃん、はい、うどんでもいいし、シドでいろんなところ行って行きましょう。じゃあ本当に行ってくれる。行きますよ。あ、じゃあ決まりシドツアー。町ブラです。シドの町ブラ。うどん屋さん4年前に帰ってきたんで、うん、シドもいろいろ変わってて。あ、そうなんけど昔からある僕がいつもシドに帰ると行くおうどん屋さんあるんで。ほう、2軒ぐらいの。マジか。そこ行きましょう。じゃあそこ行って、はい、じゃあシドツアー決定ね。お願いしますね。出てください、はい、やったー、はい、